はい、皆様こんにちは。カリスマ YouTuber ニュージーです。よろしくお願いします。今日も寒かったですね皆様。11月寒い、もうそろそろ紅葉が咲いてきたなっていう感じで、紅葉綺麗ですよね。本当に赤とも言えない、オレンジとも言えない、黄色とも言えない、こうなんていうんですかね、自然の美っていうかね、美しいですよねあの色は。紅葉を見に行こうよ。そういえばね皆さんね、私鼻毛をね切り忘れまして、昨日今日一日中ねもう鼻毛がもう出てて気持ち悪くて、鼻を噛んでも鼻毛ってずっとありますから、取れませんからね鼻毛は。鼻毛を作った神様すげえなと思って、よくこんな鼻の中にさ毛を埋め込んで、この中にやっぱりこう毛というものはね無敵ですよね。いっぱいあるし、いろんな美ですからね。皆様、自分たちのね体を守ってくれてますからね。この毛っていうのはね本当に大事ですよね。鼻毛、最近ね大声出しすぎてね喉を壊しましたんで、大きい声出すのをねやめました。大声厳禁と禁止、大声やめてこの声量で喋っていきます。やっぱりね声量をね小さくすると喉を痛むことが減ってきましたね最近。これが最近発見した人間の神秘ですよね。もちろんね大声出す方がね話も通るしいいんですが、その分喉を壊しやすい。だから声量を少し落として最近普段から喋っております。そういえばね大谷翔平選手はねニュースになって MVP ですかね。すごいですよね。とあるお笑い芸人さんのねゴイゴイスっていうのがね今頭に浮かびまして、ゴイゴイス、はい、今夜の9時半くらいです。こんなカメラをセットして一人でカメラに向かって喋ってる30代おっさん、よろしく。皆さん見てくれてありがとうございます。今日こうやって皆様と出会ったこと、出会えたこと、これはもう運命ですよ。私今運命を皆さんと感じております。出会ってくれてありがとう、生まれてくれてありがとう。ということでね今日はねビールを飲みたくて、朝日のスーパードライをね冷蔵庫に入れてキンキンに冷やしておるんですが、晩飯で最後コーラ飲んでちょっとお腹痛いんで、今からビール飲むのはやめにして、空気を今から思う存分飲みます。あ、美味しい。うーえいっ、例えばね2021年ももうすぐ終わりますけども、いやー今年もいろいろありましたね皆さん。いろいろありましたよね皆様。何がありましたか。私もねいろいろありましてね、まず1個目はねコロナウイルス。コロナウイルスに始まりコロナウイルスに終わりっていう感じでしたよね。去年もねこんなこと言ってた気がしますけどね、まあだいぶ感染者数も減ってきまして日本も少し
しずつね活気が戻ってきたような気がしますけどね、日本万歳と、この美しい日本を、日本最高、日本っていいですよね。なんせご飯が美味しいんですよね。ご飯が美味しくて、なんかもう全部美味しいんですよ。だからね、こうやって日本に住んでることに感謝をしています。日本ありがとう。ジャパン、ジャポン、ヤポン、いろんな呼び名がありますけども、私日本人です。 I am Japanese、はい、そろそろね海外旅行もね行きたいなと思ってるんですけどね、なかなか行けませんよね。国によってはねコロナワクチン接種の証明書がいるみたいで、あと数年経ったらコロナウイルスも、コロナウイルスも落ち着くような気がしますけどね。なかなかまだ落ち着きませんよね、コロナウイルス。まあだいぶね減ってはきましたけども、まだまだですよね。ほんと今日のご飯もうまかったですよ皆さん。今日はね、私はねみんなでねお米を炊いて2合炊きました。そして冷凍食品ですね、ニフライとイカリング、身内が揚げてくれまして、それにこうマヨネーズをバーッとかけてね食うんですよ。サクッてしてその後米をかき込むっていう、このルーティンをね十何回しまして、ご飯も2杯食いました、はい、たまに天然水をクイッと飲んで、そこに2杯目納豆ご飯ですよね。2杯目はこう納豆をかき混ぜ、そのご飯の上に納豆をバーンと、納豆よ君がいるからみんな嬉しいよ、おー納豆よ、おーそれ見よ。ありがとうございました。いや冒頭でね鼻毛の話をしまして、最後もね鼻毛の話をして終わります。私の鼻毛、天然記念物です。今日もご視聴ありがとうございました。